の実験は間違っていたというのか。もう行くのか。ええ、自分の時代でやり遂げなくちゃならないことがまだまだありますから。でもまた会える気がします。その時は俺とデュエルしてください。ああ、もちろんさ。またいつかきっと会える。異様な気配は何だ。なんだ、これはただの日食じゃないのか。敗者は消えるのが当然だ。さあ、任務に戻るぞ。待て、貴様だけは許さないぜ。お前は一体何者なんだ。オベリスクフォース。なんだ、そんなに身の程を知りたいか。一体どういうことだ。まさかすでに手に落ちているのか。なら分からせてやる。だが消えるのはお前の方だぜ。俺のターン。エレメンタルヒーローバブルマン。バブルマンの効果発動。召喚したとき自分のフィールドに他のカードがなければデッキからカードを2枚ドローできる。マジックカード融合を発動。何？手札のクレイマンバブルマンを融合し現れろ。エレメンタルヒーローマッドボールマン。カードを2枚捨ててターンエンドだ。俺のターン。俺はアンティークギアハウンドドッグを召喚。見たことのないモンスターだな。このカードは相手フィールドにモンスターがいるとき1ターンに1度相手プレイヤーにのダメージを与えるハウンドフレイム。俺はカードを3枚捨てたターンエンド。どんなモンスターが来ようが俺は俺のやり方で行く。俺のターン。来い、バーストレディ。ほう。行け、マッドボールマン。マッドスタンプ。俺はセカードを全てオープン。何？永続トラップ。アンティークギアリボーン。アンティークギアブースト。アンティークギアスパークショット。フュージョントレンチ発動。この効果により互いに融合モンスター以外のモンスターは攻撃できない。ギアリボーンの効果で攻撃力を200ポイントアップさせてアンティークギアハウンドドッグを召喚し、そしてギアスパークショットの効果で攻撃力の半分のダメージを与えるが、ギアブースターの効果で効果ダメージを2倍にする。カードを1枚捨てターンエンド。俺のターン。俺はアンティークギアハウンドドッグを召喚し、アンティークギアハウンドドッグは相手フィールドにモンスターがいるとき1ターンに1度600ポイントのダメージを与える。ギアブースターの効果で効果ダメージを2倍にする。ハウンドフレイム。ハウンドドッグ2体を融合する。古の魂受け継がれ視界地掛けの猟犬たちを胸なしで混じり合い新たなる力と共に生まれ変わらん。融合召喚現れろ。レベル5アンティークギアダブルバイトハウンドドッグ。俺は手札から永続魔法アンティークハルマゲドンギアを発動。俺は速攻魔法神秘の中華鍋を発動。このカードはフィールドのモンスター1体を生贄に捧げ
どちらかの分、自分のライフポイントを回復する。ターンエンド。俺のターン。速攻魔法融合解除。融合モンスターを分離させ、素材のモンスターたちを特殊召喚できる。さらにマジックカードライトジャスティス発動。自分のフィールド上に存在するエレメンタルヒーローの数だけフィールド上のマジックトラップを破壊する。2体のモンスターを生贄に。現れろエレメンタルヒーローネオス。この瞬間アンティークギアダブルバイトハウンドドッグの効果発動。1ターンに1度相手フィールドに召喚されたモンスターにギアアシストカウンターを1つ乗せる。いけネオス。ギアアシストカウンターが乗ったモンスターはダメージ計算を行わずに破壊できる。この瞬間アンティークハルマゲドンギアの効果で破壊されたモンスターの攻撃力分完全のダメージをコントローラーに与える。お前もこいつらと同じ運命だ。カウンタートラップスキルショックを生贄にしてダクターティラノの効果を無効にする。マジックカード戦士の生還を発動。自分の墓地から戦士族1体を選んで手札に加える。エレメンタルヒーローバブルマンを守備表示で召喚。バブルマンの効果発動。召喚に成功し自分のフィールドに他のカードがないとき2枚カードをドローできる。マジックカード強欲な壺発動。カードを2枚ドロー。さらにマジックカード悪夢の新機能を発動。カードを2枚捨て、ターンエンドだ。俺のターン。相手のスタンバイフェーズ時自分の手札が4枚になるようにカードをドローする。手札からマジックカードアンティークギアダブルイミテートを発動。墓地のアンティークギアを2体まで選択しモンスター効果を無効にして特殊召喚できる。俺もアンティークギアハウンドドッグを召喚し、このカードは相手フィールドにモンスターがいるとき1ターンに1度相手プレイヤーにのダメージを与える。ギアブースターの効果で効果ダメージを2倍にする。ハウンドフレイル。手札のアンティークギアハウンドドッグ3枚を融合する。融合召喚。現れろレベル7アンティークギアトリプルバイトハウンドドッグ。俺は手札からマジックカード融合を発動。現れいでよレベル9アンティークギアトリプルバイトハウンドドッグ。このカードの融合召喚に成功したと全ての相手プレイヤーのライフを半分にする。トラップ発動。インビーシブルヒーロー。これでこのターン破壊することはできないぜ。速攻魔法非常食を発動。フィールドのマジックワークカードを墓地に送ってライフを2000回復する。これはカード2枚してターンエンド。俺のターン。フュージョントレンチ発動。この効果により互いに融合モンスター以外のモンスターは攻撃できない。マジックカード天使の施し発動。その効果により3枚ドロー。その後手札から2枚捨てる。俺はクロスポーターの効果でデッキからネオスペーシアンと1体を手札に加える。俺はネオスペーシアンアクアドルフィンを召喚。EL シャッフル。フィールドのエレメンタルヒーロー1体をデッキに戻しデッキからネオスペーシアンを特殊召喚する。エアハミングバード。マジックカードスペーシアギフト発動。俺の場のネオスペーシア1種類につき1枚カードをドローする。マジックカード木数使者。墓地から通常モンスター守備表示で特殊召喚する。蘇れネオス。ネオスアクアドルフィンエアハミングワード。トリプルコンタクト融合。
銀河の渦の中より現れよ、エレメンタルヒーロー、ストーム・ミノー。この瞬間、アンティークギアダブルバイトハウンドドッグの効果発動。1ターンに1度、フィールド上のマジック、トラップカードを全て破壊することができる。何だ、アルティメットタイム。装備魔法、インスタントネオスペースをストームネオスに装備。これによりエンドフェーズにデッキに戻るモンスター効果が無効となり、フィールドに留まることができる。マジックカード、レインボーベールをネオスに装備。行け、ネオス。ダブルバイトハウンドドッグの効果で、いやー、シットカウンターが乗ったモンスターはダメージ計算を行わずに破壊できる。レインボーベールを装備したネオスと戦闘するお前のモンスター効果は無効となる。なんだこいつ。1枚カードを伏せてターンエンド。早く片付けるぞ。俺のターン。手札からマジックカードアンティークギアダブルイミテートを発動し、俺の墓地のアンティークギアダブルバイトハウンドドッグと、俺の墓地のアンティークギアトリプルバイトハウンドドッグをモンスター効果を無効にして特殊召喚。俺は手札からアンティークギアハウンドドッグを召喚。相手フィールドにモンスターがいると1ターンに1度600ポイントのダメージを与える。ハウンドフレイム。そしてアンティークギアハウンドドッグの効果を発動。自分フィールドにアンティークギアが存在すると融合カードなしで融合召喚できる。イニシエの魂受け継ぎ機械仕掛けの猟犬どもよ、銃の首混じり合わせ、混沌にして絶大なる力とならん。融合召喚現れるレベル10。この世の全てを形なき混沌に帰す究極破壊神アンティークギアカオスジャイアント。すげえ。バトルだ。俺はアンティークギアオスジャイアントでの攻撃。インスタントネオスペースの効果発動。フレアネオスがフィールドを離れたことによりネオスを特殊召喚。安心するのはまだ早い。アンティークギアカオスジャイアント、バトルフェイズ中相手フィールドの全てのモンスターに攻撃できる。何、バトルだ。ネオス、ターンエンド。それが引けなければ負ける。だが俺はこんなところで負けるわけにはいかない。俺の魂の中に眠る奴たちのために、俺のターン。今のターンで俺を倒しきれなかったこと後悔するんだな。手札から融合賢者を発動。デッキから融合のカードを手札へ加える。俺はマジックカード闇の量産工場を発動。こいつは墓地から通常モンスター2体を選択し手札に加える。マジックカード融合発動。手札のフェザーマンとバーストレディを融合。現れろ、フレームウィングマン。お前の残りライフはあと2000、攻撃力4500のカオスジャイアントで全ては終わる。トラップ発動。墓地のエレメンタルヒーローを1枚選択しその攻撃力を加えることができる。俺が選ぶのはネオス。フレームウィングマンでアンティークギアゴーレムを攻撃。フレームシュート。二人は倒せ。俺のライフはまだ4000ある。フレームウィングマンの効果によりバトルで破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。